神奈川ビジネスアップトゥーデート。今回は住宅業界の今と家づくりの形を特集。独自のスタイルで住宅を提供するメーカーを探る。2004年に設立されたプリンシパルホーム。横浜町田を中心としたエリアで住宅事業を展開。年間およそ100棟を建設している。一級建築士としてデザインも手掛ける鈴木隆常務。あるべき姿の家づくりとプリンシパルホームが目指す建築とは。プリンシパルホームは今年14年目ということで、はい、まあ、家を作ってらっしゃるんですけれども、はい、これなんで住宅メーカーを始められたんですか？はい、代表を含めて僕と3人で始めたんですけど、はい、まあ、元々、当然住宅をやっていて、企画化された、住宅で企画化された仕様の中で、作っていくっていうものだった、あとは当然それを逸脱した建物にするとコストも上がっていきますので、コストを上げずに、適正価格でご提供できればという、市のもとに、進めさせていただきました。そのプリンシパルホームが目指す、はい、その自由な家づくりというのと、はいはい、そういったこう設計事務所に頼むなりのオーダーメイドの住宅っていうのはどう違うんですか？まあ、明らかにコストが違うと思います。とにかくコストが違う、でコストを、まあ、ちょっと建て売り分譲よりもちょっとプラスすればできるんじゃないのっていうところが狙い目といいますかね、そこで進めてます。なるほどね、プリンシパルホームの家を作っていく強みっていうのはどこにあるんですか？土地のご紹介から始まって、土地があって、当然資金計画があって、設計工事アフターって流れていくんですけど、その辺を一貫でやっていますので、お客様にとってはそういう煩わしさはないでしょうし、一貫性がありますので。じゃあその特徴ですね、なんか僕たちの家づくりってこういうのだよっていう、建物としての何かこう強みというか特徴というか面白みというか、そういうのはどこにあるんですか？本来家っていうと大体白っぽいアイボリー系の家が多いとは思うんですけど、あえて真っ黒い家を作ってみようかと、まあ、うち分譲もやってますので建て売りの方からそれ始めたんですけど、まあ、なかなか、皆さんがやらないような色合いで建物を作って、黒い家ですよね。そうですね、なかなか見ませんけれど、ちょっと威圧感はあるかもしれないんですけど、でもものすごく目立つ、はい、シックで、かっこいいですね。かっこいいですね、真っ黒い家で、その次、真っ白い家とそういう形で進めていきまして、ありそうでない。そうですね、他がやらないことを俺たちはやっていくんだと、そうですね、プリンシパルホームが手掛ける自由な家、その新しい形がスカイミッション。モデルアラウンドザスカイではデザイン性とプライバシー性を高め、空を中心とした暮らしを提案。2017年度のグッドデザイン賞を受賞したこのモデル、デザインを手掛けたのは世界で活躍する建築家高松伸。空と住まいの建築に込めた思いとは。高松先生は、模型にもあるようにですね、非常にこうパブリックな、シンボリックな建築を、やってこられたと、その中でですね、住宅で今回はそのプリンシパルホームという、こうメーカーとコラボレーションをするということなんですけども、ここに至った経緯、思いっていうのはどういうところにあったんですか？住宅の設計はなかなかいろいろ難しいところがありまして、二度と設計はしたくないなと思ってましたんで、そういうふうに思い続けてた折、このプリンシパルさんからお話をいただいて、小さくはあるけども人が住まう建築にその非常に大きな夢を抱きたいと、
じゃあ具体的に何ですかというふうに申し上げたところ、うん、実はこう空をテーマにして建築、まあ、住宅ですね、を作ってみたいんだというふうなことをいただきまして、これは面白いなと、それも今回は住宅という、まあ、小さいって言葉を使いますけども、小さな建築の中になんか、まあ、空スカイですね、こう宇宙のような広がりのようなそういう夢を、クリエイトしたいと、はい、いうようなことをおっしゃいましたので、途端にそそられたわけです。やる気になった、はい、でもこう非常にですね、まあ、日本の住宅事情の中で狭い土地の中で、その空を見える建築設計をするっていうのは非常に工夫がいったと思うんですよね。そうですね、さまざまな僕は言葉を考えながら、言葉をこう自分でいろいろこう手探りしながら設計を進めるんですね。で、空というようなことをイメージしながら、じゃあどういうふうにその空というふうなイメージを建築を通じて紡ぐのかと、はい、例えばアラウンドスカイというような言葉をイメージしたときに、じゃあ空の周りで、まあ、空の傍らでも含めてそれはどういうふうな建築空間として建築するのかなというようなところから設計が始まるわけです、まあ、そこから楽しいところなんですけども、その光とともに空とともに生活をするっていうのはどういう影響が人間に、住まう人間にあるんでしょうか。そうですね、多分ね、人間が、人が建築と関わるときに、人は託す能力を持っていると思うんですね、で自分の思いを託す、自分の夢を託す、自分の、可能性を何かに託す、まあ、自分の信じているものを何かに託す、その人間のその託すというふうな能力ですかね、そういうふうな人間の根源的な能力に、古代から建築が応えてきたというふうに僕は思うんです、はい、まあ、社寺仏閣ですね、そういうものとか、その中で最も大きなのが住まいですよね。で、住まいで、まあ、その中で生まれて、まあ、その中で育って、まあ、愛を見つけて、でそれを育んで、その思いを自分が住んでその住まいに託していく、で子供ができて、子供たちにそこに住まいながら自分の未来への思いを住まいとともに子どもたちに託していく、そういうふうな託される能力を持っているものが建築であり、僕はやはり、住まいだと思うんです。やはりこう住まいっていうのはもういかに生きて、でいかにこう死んでいくかっていうその人生のそのものであると、そうですね、まさしくそうですね、いうふうに思って、だとするとですね、やはりそこにどう住むか、どういう間取りであり設計でありデザインであり、どうそういうものがですね、人生に ものすごく直接影響してくると思うんですよ ね。人格の形成にすら影響してくると思うんですよ、で一方ですね、じゃあ今 その日本の住宅というものを広く見た時にですね、どうしてもこうコミュニケーション、家族が集う、はい、集まるっていうようなものがちょっとこう後回しにされて、こう見てみるとその家族というものがうまくこう構成されていなかったり、信頼関係が構築されていなかったりというようなものが見受けられる、なんかそれは一つ住宅というものを深く そこに住まう人間との関係値を考えてこなかった結果じゃないかなっていうふうに思うんですね、はい、先生このあたりはどう思いますか。そうですね、住まいというのは作るものなんですね、住む人は。でそこの住みながら、その住まいとともに住まいも自分も作っていく、そういうふうなことを人間というのは能力としても本当に人間が誕生した時から持っているんですね。でその能力を大事にするような形で果たしてこう住宅を作っているのか建築を作っているのかということに関しては、まあ、少々疑問はありますね、本当にその人住まう人のためにとって大事かどうかということに関しては我々はあまりこう深く考えずに、建築住まいを作っているかもしれないですね。でもっと言うと住まいというものは住まいであって住まい以外に何者でもない、それはだから、玄関でもないしリビングルームでもないしベッドルームでもないし廊下でも何でもないんです。住まいは住まいなんです。でその都度その場所でその家族のありようの中で
その一つの大きな空間の中 で、まあ、ある意味では我々が言うところの窓際が決まっていくと、うんうん、おじいちゃんが亡くなったらまた窓際が変わる、はい、子供が一人増えたらまた窓際が変わる、うん、というふうに家族が育っていく過程でさまざまなことが起きる過程で住居そのものが、はい、のありようが変わっていくんですね、住居そのものの物理的な姿はあまり変わらなくても、そういうふうな融通無碍なその、住居に対する住居が本来持っている能力を我々はむしろ逆に閉じ込めていってしまっている。やはり、まあ、生身の人間がそこに住むことを考えながら、うん、建築というこう木造であれ何であれ物のありようを決めていくのがデザインなんですね、だから今回のアランダス会社は思い切りデザインしてますから、そうですよね、本当にそれを何千枚も書いてデザイン落とし込んでいる、そうですね、ね、とありたいとは思ってます、ありたいと思い続けながら、手を動かしてますから。ここからの、その住宅事情ですよね、日本の家が欲しい、オリジナルの家を作っていきたい、うん、っていう思いが生まれてくる、はいはい、まあ、そのためにはですね、どんな課題があるというふうに先生お考えですか。自分はこんな家が欲しいと思わないことですね。はあ、うん、あらかじめこんな住まいに住みたいというのは思いは捨てる、まあ、それを捨てるとハウスメーカーさん大変ですからねなるほど、自分の家族のイメージを抱くことなんですね、自分の家族がどうありたいか、ご夫婦がいて子供が一人いると、うん、どういうふうな家庭を自分が築きたいかと、それを自分でそこから始めてそこからデザインすることなんですよ。あ、それをどっかの写真見てこんなふうなところで住む家族でいたいなというふうには思わない方がいい、ね、そうすると多分その人たちのための住まいがおのずから現れてきます。それを誰かが手伝う。だとしたらやはりその住宅メーカーはそういうアプローチをこれからこう何でしょう、お客さん家を建てたいって思っているこう潜在的な人たちにこういう考え方でどうでしょうかっていうことを働きかけていかないといけないですかね。そうですね、まあ、その辺は、ね、メーカーさんの仕事ですから、やっぱりそれぞれにそれぞれの、ご依頼者、この住まいが欲しいっていう方に、まあ、真っ当に向き合って、その人たちと一緒に夢を作り上げるお手伝いができるかどうかですね、まあ、そういう時のそういうふうな、まあ、事業をされる方を僕はメーカーというふうに呼ぶかどうか分かりませんけどね。そうかもしれませんね、もうソリューションなのかそういう提案をするコンサルティングのような要素が、そういうものも突き抜けるような何か事業全体をカバーするような用語が生まれるかもしれないので、ちょっと楽しみです。楽しみですね。もうメーカーさんに期待するしかないです。それがプリンシパルホームさんに先生が期待するところ、ね、期待します、大いに。改めてですね、スカイミッションプロジェクトのきっかけは何だったんですか。はいはい、新しい企画というのもあったんですけど、ハード面というよりもソフトの面で、何かできないかというところがありまして、ソフト面っていうのは、はい、具体的にどういう部分なんですか。まあ、要は考え方というか、うん、まあ、ハードですとね、この構造を強くするとか、うん、断熱性を上げるとかっていうのはあるとは思うんですけど、はい、そういうことではなくて、住宅を作るので考え方、正直狭小敷地とか狭い敷地が、うん、まあ、この辺横浜町田エリアだと多いので、はい、敷地はギリギリですけど、はい、空は無限大になると、うん、そういうところから発想ですね。でより空を利用した明るい、広い空間を作っていこうというところから始まった。基本的には中庭というものをしっかりと作って、はい、 はい、それをこう家が囲む、はい、そうですね。でそこの見上げれば見上げれば空、自分だけの空があるという。なるほど、自分だけの空なんですね。そうですね、囲われてますので、はい、そういう光が取り入れることになります。いや、いいですね。でもこのスカイミッションっていう家っていうのは、はいはい、こう住む人たちに、はい、まあ、ソフト面だっていう部分でいうと何を与えたいなって思いますか。まあ、家族の団らんといいますかね、家族のつながり、最近その
ちょっと話変わっちゃうんですけど、家を持つ理由っていうのがありまして、若い方が前僕らの年代ですとステータスとして家を持ってた、持ちたいって言った方が多いと思うんですけど、はい、若い方はその、家族で家にいたいっていうから家を作るっていうんですね。で休みの日も家にいたい、なるほど、はい、家にいるんですね。休みだから家にいたいっていうような発想があると思うんですよ。その家にいたいという発想の中で、その中庭があって、その全部オープンになった空間の中で、家族が過ごせるっていうのが、考え方としてあると思います。ああいう中庭があって光を取り入れ、空があってっていう、はい、プリンシパルホームの今回のっていうのはすごくオリジナリティがあると思っていいんですか？そう、もともとはいろいろそういう考え方もあったとは思うんですけど、そのプライバシーっていう面にも大きく影響していると思う、うん、プライバシーを保てて明るい空が自分のものになっているというところですかね。それを両立している家は、はいはい、まあ、そうはないんじゃないかと。そうですね、それがグッドデザイン賞を取れた理由なのかちょっと、はい、なるほど、はい、とは思うんですけど。日本はですね、まあ、これから人口が減少していくという、はい、まあ、そういう問題を抱えているわけですね、で神奈川県の空き家、はい、この空き家問題というのもありますね、はい、今戸数でいうと49万戸で、はい、全国で3番目の多さということで、はい、まあ、作るメーカーからするとですよ、はい、もう全然使われなくなっているものがいっぱい出てくるという、まあ、この空き家問題というのはどんなふうに捉えられているんですか？はい、供給が増えちゃって、まあね、これからさっき言った少子化の問題も出てくるとは思うんですけど、まあ、空き家ですからね、その リノベーションだったりリフォームをして、活用していくっていう方法が増えていくとは思いますけど。そうですよね、はい、本当にこう今のね、どんどん空き家が出てきて、資産価値がね、ほとんどこう下がっていってしまうっていう現状を見た時に、まあ、これまでのその日本のね、その住宅っていうものの考え方は本当にこれで良かったんだろうかっていうような部分もあるんですよ、はい、しっかりと長く住まう、資産価値が下がらないっていう家っていうものをやっぱり提供していくってことが大事なのかなと思うんですが、このためにはどんなことをしなきゃいけないんだろうなっていうふうに思いますか？スケルトンインフレという言葉が、スケルトンイン、構造体と設備は別物ですよというような考え方が建築界にありまして、要は構造体だけしっかり作っておけばあとは、設備は、自由に変えられるっていうような発想で、まあ、リノベーションして家を長持ちさせるっていう発想があんまり今日本にはないですね。当然アメリカとかへ行くとそういう発想で、中古を買って自分の好きなように作っていく、でさらにバリューアップしてっていうことをやってますよね、はい、が多いと思うんですけど、日本でないですよね。もともとは日本人って、例の有名なもったいない発言があったように、そういうものを大事にしていく民族だと思うんですけど、そういうのが、だんだん復旧していくんじゃないんですかね。じゃあやはりこれからはもうちょっと家を自分たちで手を入れながら、そうですね、バリューアップしていこうという、はい、そういう機運がこう高まってくる、はい、そういう方向にも持っていかないといけないなっていうのもありますよね。じゃあなおさら最初に作るところは、はい、フレキシビリティであるとか、はい、まあ、100年200年というふうにずっと住み続けられる家っていうものを想定して、はいはい、そうですね、設計も、まあ、100年でそういうふうに考えていかなきゃいけないの、はい、生活がスタイルが変わっても、持ち続けられるような家を作っていかないといけないのかなと思いますけどね。そうですね、はい、まあ、そういう時代の変化の中で、まあ、プリンシパルホームが、まあ、これからまだ、まあ、企業ずっと存続させていくということの中で、この会社をどんな会社にこれからしていきたいと思いますか？
まあまあ、地元密着という形でずっとやってきていますので、横浜町田地域に密着して、皆様と一緒に成長していけるような会社にしていければと思います。日本は人口減少社会に突入しました。都市部を除き日本中で空き家の増加が予測されています。神奈川県はその中ですでに49万戸と全国で3番目の多さとなっています。当然のことながら住宅メーカーにとっては厳しい時代を迎えることになります。さらに若い世代は所有という欲求も薄れ、終身雇用を前提としない働き方が増えていくであろう中、長期のローンを組んで家を建てるという生き方をですね、選択しない人も増えていくんだろうと思います。職住接近の都市型のマンションも人気を集めています。それでも家を建てたい、戸建てを建てたいという人たちは一定数いるのだと思います。その家にこだわる人たちの心をどう掴んでいくか、ここが今後住宅メーカーの課題になっていくのだと思います。世襲のこだわりがより強くなっていく中、どこまで世襲のニーズを汲み取り、誠実なコスト、誠実な施工で思いを実現してあげられるか、まあ、そこが求められていくのだろうと思います。住環境というのは人の人生に多くの影響を与えていくと思います。ハード面、ソフト面ともに備わった人が健やかに快適に住まうことができる住宅をこれからも提供していっていただきたいと思います。